これから西大についてお話しします。まずこの西大の花はですね、5月から6月頃に黄色い花を咲かせます。次に、大きさはですね、通常1メートルぐらいのものが多いんですが、中には3メートルぐらいまで成長する西田もあります。次に、常緑樹と落葉樹を分けますと落葉樹の仲間になります。また成長が早いか遅いかに分けますと早い仲間になります。次に剪定の強さですが、この西田は強い剪定に耐えることができます。それを踏まえまして剪定のポイントですが、西田はですね、1年で50センチから1メートルほど枝を伸ばしますので、その伸びた部分を、切り、形を整えることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円かとなります。